このクッキー、僕のために手作りしてくれたのかい？みつるぎさんのことを思って作ったの。はい、あーん。待ってよ、みつるぎさんには私のサンドイッチから食べてもらうんだから。喧嘩は良くないよ。二人ともありがとう。後で大切にいただこう。今日もみつるぎさんは素敵ね。どうしてあいつばっかモテるんだよ。納得いかねえ。あんな中身の薄い男に惑わされてないで、そろそろ苦労を重ねてきた俺たちの魅力に気づいてほしいところだな。あんたたち、今みつるぎさんのこと中身の薄い男って言ったわね。あ？俺たちに絡むなんていい度胸してんじゃねえか。どうせみつるぎさんの足元にも及ばない隠した冒険者だから歪んでるんでしょう。みつるぎより格下だってこの俺が。あーというわけだ。つまりこの俺佐藤一馬の方が冒険者として格が上なのは火を見るよりも明らか。新米冒険者の君たち、忘れないようにね。みつるぎなんか一馬の足元にも及ばねえんだよ。信じられない。このどこにでもいそうな冴えない男が魔王軍幹部を何人も倒した。しかもみつるぎさんとの勝負にも勝っただなんて。嘘ですよね、みつるぎさん。嘘じゃない。あの時は不覚を取ってしまったが、佐藤一馬が僕に勝ったのは事実だ。魔王軍幹部を倒したというのも本当だよ。そんな。だとしてもみつるぎさんの方が絶対に上よ。ええ、紳士的で優しくて、しかも冒険者としても強い。あんたなんかより全部格上よ、人として。人として。すみません、みつるぎさん、至急お願いしたいことがあるのですが。ルナさん、どうされましたか？近くの森にブラッドファングの群れが出現したのですが、他の冒険者では歯が立たない大群で、みつるぎさんの力をお借りしたいのです。わかりました、すぐに向かいます。ありがとうございます、お願いしますね。みつるぎさん、お供させてください。私も少しでも役に立ちますから。ありがとう。でも大丈夫、危険なところに新米冒険者の君たちを連れていくわけにはいかないよ。僕一人で必ず倒してみせる。さすがみつるぎさん、かっこいいです、みつるぎさん。くそ、みつるぎの評価ばっかり上がって。いや待てよ、ここで俺がみつるぎより活躍すればこいつらも俺が格上だと認めざるを得ないはず。待てみつるぎ、俺も手伝おう。そしてこういうのはどうだろうか、討伐数で勝負するんだ。討伐数が多い方が勝ち、勝った方が冒険者として格上というシンプルな勝負だ。断る、今はそれどころじゃないだろう。ほほー、凄腕冒険者のみつるぎさんがこの俺との勝負を断ると、あの魔剣使いのみつるぎさんが。いやしかし、みつるぎさん、こんなやつやっつけちゃってくださいよ。そうです、みつるぎさんが負けるわけないです。ほらほら、君のことを応援してる新米冒険者たちの期待を裏切るのかね、それでも勇者候補なのかね。くそ、分かった、その勝負受けよう。助けを待つ人たちがいる、僕は先に行くぞ。お見送りします、みつるぎさん。なあ、みつるぎのやつめかかったな。おいおいカズマ、勝負なんかふっかけちまって大丈夫か。大丈夫だ、考えがある、ちょっと耳を貸せ。まずはみつるぎに戦ってもらう、そしてブラッドファングの群れが弱ってきたところでスティールで魔剣を奪う。
魔剣がないあいつは大ピンチ。そこに俺たちが登場して弱った群れを倒し、あいつも助けてやるって寸法だ。勝負に勝ってあいつに貸しまで作れる。いい作戦だろ。さすがカズマ、ゲスな作戦考えさせたら世界一だな。ゲスな作戦とは失礼な。俺はな、人として格下扱いされたんだぞ。黙って見過ごすわけにいくか。まあな。ってことはもしかして、ダスト、お前にはこの作戦の成功率を上げるために少しばかり協力してほしいんだが。ダスト様の協力代は高くつくぜ。ふむ、これはどうだ。これは例の店のプラチナチケット。心の友よ、何でも言ってくれ。今日に限り俺はカズマ様の忠実な下僕だぜ。待ってろ、ミツルギ、目にもの見せてやる。数が多くて苦戦したが、ようやく弱ってきたみたいだな。佐藤カズマはまだ来ていないようだが、次の一撃で終わりだ。この勝負は僕がもらっ。岩陰からこっそりスティール。な、魔剣が消えた。弱らせたとはいえ武器がないのは痛い。どうする。狙撃。これは佐藤カズマか。よう、魔剣使いの三剣さん。今頃のこのこ出てきてって、あ、その手に持ってるのは魔剣グラブじゃないか。そうだよ、またもやいただいてしまったよ。注意力散漫じゃないですかね。おのれ佐藤カズマ。よし、あとは弱ったこいつらを倒すだけだ。ダスト、協力頼んだぞ。ああ、任せとけ。なあカズマ、遠吠えが聞こえた気がするんだが気のせいか。それにこっちに向かって何かが走ってきてる気が。やべえ、新手だ。逃げろ。やばい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 、食われる。くそ、何も打つ手がない。このままじゃ俺も出しても天国行き。佐藤カズマ、みつるぎ、負けを返してくれ。このままでは全滅する。うわ、けどカズマ、早く渡せ。俺はお前と心中するなんてまっぴらごめんだぞ。仕方ねえな、ほらよ。一撃で決めさせてもらう。これが選ばれし勇者の剣だ。このスマ、あれだけ大口叩いてたのに結局ミツルギさんが一網打尽にしたなんて、笑っちゃうわ。うぐ、ミツルギさんを罠にかけようだなんてひどい。人として最低よ。うぐ。まあそう言わないであげてくれ。彼なりの作戦があったんだ。状況が変わったせいでうまくいかなかっただけさ。それに一応僕を助けてはくれたしね。うぐ。そうそう、君たち二人も討伐に参加したことには変わりはない。だから報酬は君たちにも分配しよう。僕はアクア様に選ばれた人間として公平でありたいんだ。はあ、取り分をくれるのか。さすが命の恩人ミツルギ様だぜ。ちょ、出すお前まで。はあ、ミツルギ